ここは新宿区百人町。この町の鎮守社海中稲荷神社では、秋季例大祭の時期に2年に一度鉄砲組百人隊行列が奉納される。江戸幕府鉄砲組百人隊保存会の皆さんにより昭和36年から継承され、鎧兜に身を固め火縄銃を担った行列が百人町の町を練り歩き、実戦さながらに火縄銃の試射を行う勇壮な儀式で29回目を迎えることになった。昔の百人町を再現します。鉄砲組百人隊出陣の儀が行われる海中稲荷神社。この町の鎮守として親しまれている。昔は皆あたるの稲荷と呼ばれていた。ある大使が稲荷のお告げからお参りを済ませ射撃を試みたところ、見事百発百中の腕前に上達したことが起源と言われており、現在では合格祈願をはじめ宝くじの当選祈願など各種願い事が叶う神社として広く親しまれている。地域の方々、氏子さん、崇敬者の方々の崇敬心によって維持されるという関係があるんですね。神社あっての地域、また地域あっての神社、そういう一体的な関係だと思っております。鉄砲組の方、そして神社一体になってですね、大成功のもとに、無事お祭りを成功させたいと思いますね。保存会の皆さんは感謝の意を込めて出陣行列を奉納し、今に継承しているのである。せーの、えいおー頑張りましょう。来年は富山賞100周年です。実際に火薬を使って試射することから安全第一を心がけ準備をしてきた保存会の皆さん。9月18日には鎧合わせと当日に向けた予行演習が行われ、火縄銃の手入れや撃ち方の練習など本番に向けて余念がない。演舞に使われる火縄銃、代表的な火縄銃の産地は近江の国、国友村と泉の国、堺が知られている。国友系は飾りが少なく、銃口の先が八角になったシンプルな作りが多く、堺系は銃の台にきれいな飾りがついていたり、銃身に金や銀をはめ込んだ象眼があるものが多く見られる。保存会ではこれら江戸時代後期に作られた火縄銃を手入れし大切に扱っている。鉄砲の扱いが一番大事なので、鉄砲のその銃身はいつもキラキラ光らしておく。それから全部分解してきれいに油を引いて事故のないようにいつも努めております。9月24日、いよいよ鉄砲組百人隊行列本番。同心の方に意気込みを伺った。今回もですね、かなり練習を重ねてまいりました。だから皆さん今日はバッチし、1番隊、2番隊、3番隊とありますので、息が合ったところをお見せしたいなと思っております。地元のお祭りなので、それに恥じないように、皆さんにかっこいいって思われるようにやりたいなと思ってます。社殿前で出陣式が行われ、いよいよ出陣である。
選抜された鉄砲同心が演舞を披露。高らかな銃声とともに隊列行進が幕を開けるのだ。試射が行われるのは5カ所。火縄銃を担いで百人町大久保周辺をおよそ4時間かけて行進し、メイン会場の西戸山公園野球場を目指す。ホラガイの音も勇ましく、甲冑に身を固めた武将たちが大久保通りを隊列行進していく。まるで戦国時代にタイムスリップしたかのようだ。隊列行列は総勢およそ250名。神職を先頭に大のぼり、お馬印、鉄砲組頭、式寄り木、鉄砲同心、陣太鼓などが続く。同心は1番隊、2番隊、3番隊の合計31名。この後各所で行われる演舞を見ようと、沿道には多くの見物客があふれ、この町の一大行事として注目度の高さを物語っていた。鉄砲組百人隊は天下を制した徳川家康がかねてから鉄砲の威力に注目していたことから、幕府創設にあたり将軍警護に当たらせたのが始まり、4組の100人組が交代で詰め、主に江戸城大手三の門の警備に当たるほか、上野寛永寺、芝増上寺、日光東照宮へ参詣する際の警護や、京都御所参上の際は隊列を整え将軍の警護をし、遍路を共にしたのである。この地区の百人組は大久保組で、伊賀組とも25期組とも呼ばれていた。大久保通りからお滝橋通りを通って海中稲荷神社に続く2番目の演舞会場、木村屋ビルへ。式寄り機の合図により火薬が込められ、いよいよ試射が行われる。打ち方は立ち放し、腰放し、膝台放しと3種類あり、いずれも古式にのっとった打ち方を継承している。火縄銃の轟音が鳴り響くと、見物客の歓声で沸き返っていた。隊列行列は職安通りを渡り、百人町の狭い路地へと入っていく。江戸時代の鉄砲組百人隊は、現在の百人町1丁目から3丁目の周辺に組屋敷を構えて住んでいた。百人町の組屋敷の構造は、道路幅が3間幅と狭く、間口を狭くし、奥行きは30軒から50軒と、うなぎの寝床のように長細かったという。これは戦略上一度に多数の敵が侵入できないように設計されたもので、現在も町割りはほぼ変わっていない。
かつて暮らした百人組の人々の息遣いが聞こえてくるようだ。百人隊は3番目の演舞会場となる富山小学校へ。ここでは新宿区長がこの行事を継承する保存会の皆さんと町の方々に感謝の言葉を送った。新宿の名物は鉄砲隊と百人町のつつじでございます。これからもこの京都の歴史、そして記憶というものを皆様の力で残していただければありがたいと思います。富山小学校の演舞では1番隊、2番隊、3番隊の鉄砲同心31名で93発が放たれた。百人町三丁目三木所では有志の皆さんが出迎えてくれ、町が一体となってこの行事を盛り上げる。ところで新宿区の区の花はツツジである。これが鉄砲組百人隊に由来していることをご存知だろうか。平和な江戸時代、実戦機会がなく禄高も少なかった鉄砲組百人隊の同心たちはツツジの栽培を副業とした。やがて大久保はツツジの名所として評判となり、江戸時代のガイドブック江戸名所図会などで紹介されるまでになる。その記憶は海中稲荷神社境内で開催されるツツジ祭りや区内小学校でのお花見会など時代を超えて受け継がれている。またツツジの名所として知られる館林市ツツジが丘公園の大久保ツツジは、大正時代館林市の市民が大久保のツツジを買い取って寄付したことに始まっている。そのつながりから鉄砲組百人隊保存会と館林市は演舞や壁画の寄贈など深い縁がある。そしていよいよ演舞のメイン会場となる西富山公園野球場に到着。広い球場で行われる使者は戦国時代の合戦場さながらの最大の見せ場である。一糸乱れぬ同心たち、各隊与力が意気揚々と号令を放つ。立ち話、腰話、膝台話の使者を披露。計155発の轟音が青空に響き渡った。周囲には煙と火薬の匂いが立ち込める中、死者の迫力を体感した大勢の見物客からはたくさんの拍手と歓声が沸き起こっていた。いとこの方からね、やるから来てって言って、相模原からいいもの見せていただきました、子供生まれたんで、やっぱこういうね伝統的なものを見せたかったんで見せに来て、今年もあ良かったなって感じです西富山公園野球場を後にした隊列は海中稲荷神社に戻り、最後の演舞を披露。こうして第29回
鉄砲組百人隊行列はつつがなく大盛況のうちに幕を閉じた。何事も事故もなく無事に終わりまして、本当にこれも役員の皆さんのおかげだと思って、本当に心よりお礼申し上げます。みんなでその百人町の文化といいますかね、伝統をこれからもずっと長く継承していこうと思っております。10月15日には富山公園で行われたふれあいフェスタで演舞を披露。新宿区を代表する祭りの中で際立った存在感を放っていた。でみんながこう一つに集まって同じことをやっていく。でまた仲間の絆が強くなっていくっていう、いつも楽しみにしてでやっております。参加したりね、まあ、見たりすることで地域を愛する子どもたちが育っていくといいなと思って、それにこの行事はとても大きな役割があると思いますので、とても素敵なことだと思います。昭和36年以来大久保地区の代表的行事として定着している鉄砲組百人隊行列。町の歴史的背景をもとに伝統の継承に取り組み、住民の連帯感を高めている。エネルギーあふれる新宿区の象徴であると言えるだろう。